日本の国土は狭い狭いという先入観があるわけですけど、え実は、えー、領域というのには領土がまずあるわけですね。それから領海という海があるわけですね。それから空の領空というやつもあるわけですね。えー、そうすると、領土は確かに、えー、そんなに多く大きくないわけですね。でもイギリスよりは日本の方が 国土も大きいわけですね、えー、でもこの領海というところに行くと世界6番目なんだそうですね。領海も入れるとね、えー、海が広いわけです島国ですから海のない国は領土しかないわけですね。えー、世界6番目の領海を持ってる日本は自然が豊かなんですね。 人口が1億人を超えてる国は12カ国しかないんだそうですね。ですから、日本は小さな国だけど、人口は1億を超えてる。えー、領海は世界6番目。大変な国ですね。もっとすごいのが、えー、工作面積だそうです。今、例えば中国とかアメリカは、 砂漠化になったりそして砂漠で食、えー、物を作ろうと思うと地下水を掘るわけですねどうも地下水っていうのは海水が混ざってるので今その地下水で野菜を作ってたところはもう塩田もう塩がいっぱいで真っ白になってるそうですねえ北京に砂漠化がお塩を吸ってるとかっていうのがありますけど日本にはこの豊かな えー、林があるわけで森林があるわけですねそこの腐葉土が川で流れて落ちてくるわけですから例えば銀座のど真ん中でも草が生えるわけですから日本は、えー、ほとんどのところで耕、えー、作地になるわけですねそうすると、えー、資料で読みましたけど日本の耕作地をで作物を作れば特に西日本は米と 麦と二毛作を、二木作とか二毛作すると、8億人の食料がかなえるそうです。日本は自給率が低いと言ってますけど、実は耕、えー、作面積で、今の、えー、品種改をされたあ強い野菜を使えばですね、8億人分の食料ができる。だったらそれを 食料危機になっている発展途上国に、えー、寄付してもいいのかなとそんなふうに思うわけですその中で私たちは離島というものに焦点を当てて、えー、今、えー、日本の島の数は68007000ぐらいあるそうですけど実際に人が住んでいるのは418だそうですでもこれも加速がどんどん進んで、えー、友人の島も えー、子どもの教育とか医療の問題で島を離れる人が出てるので、えー、非常に、えー、厳しい環境にあるわけですでも離島には、えー、害獣がいなければ牛とか豚鶏を放し飼いすることができるわけですね青々とした草を食べながら、えー、潮風に当たった元気な牛放牧された豚があるわけです海のものもあるわけです そして無農薬ででで作った野菜もできるわけですそこに都会で生活が苦しい人は離島に移住をして子育てもおじいちゃんおばあちゃんが面倒を見てくれれば農家とか繁忙期は手伝いに行けばいいわけですねそんなような離島にそのフォーカスを当ててそこで作物ができても 買ってくれるる人がいないなと困るわけですねですから今 CSA という運動が海外ではたくさん立ち上がっているそうですけど日本でも夕張から始まったそうですね私はそういう農家を支援したい私も安全なものが食べたいという人は月に2万円とか1万円の会費を払えばそのを れれたものが送ってきてきくれるわけですねそのような離島で生活をしようと思うと、やはり通販が必要になってくると思います。私たちはこの418の友人島が無人島にならないように、えー、食べることによって、商品を購入することによって、えー、支援ができたらあどんなことかなと、そんなふうに思っています。今、YouTube、は どどんどん動画制作も簡単になりましたですから離島にインターネット放送局を私たちが寄付することによってそこのどんな人がどんな育て方をしてどんな商品があるのかっていうことを通販サイトにこう合わせてねいく運動を離島物語という名前で今全国の仲間と立ち上がったところでございます。